さあ今度は今井タッチマスタルヘビー級王者の天竜の登場、実力者の登場であります。天竜はいつまでも上田ごときには構っていられないということを言っております。今夜こそはっきり決着をつけるために俺のベルトをかけて戦うんだということを言っておりました。俺の目指すところは上田あたりではないとはっきり言っております。王者天竜、引き締まった表情です。果たしてねちっこく、本当にねちっこくデビのように付きまとう上田馬之助をねじ伏せるにはどういう技が必要でしょうか。天竜今夜ユナイテッドナショナルヘビー級の選手権4回目の防衛戦です。試合の前にリング上ではユナイテッドナショナルヘビー級の選手権試合タイトルマッチ宣言です。満員の帯広市民に今伝えられました。そして天竜の胴に巻かれておりますユナイテッドナショナルヘビー級のベルト、一時本部に預けられます。天竜がキープしておりますこのユナイテッドナショナルヘビー級のベルト、実力者天竜によってベルトの価値がぐんぐん上がっております。上田馬之助ごとくには絶対に渡さないというチャンピオンの天竜です。殺気をはらんだ表情、いい表情をしています王者天竜。念願のタイトルを取れば締め玉のどこまでもしつこく生き延びる上田馬之助。余裕しゃくしゃく前に出てましたのがヘビー級王者、実力者天竜です。さあ天竜対上田の帯広決戦、天竜は山田さんを思い切りましてとうとう自分のベルトをかけましたね。そうですね、まあ今までの流れをねずっと見てますとね、もう明らかに上田選手の挑発なんですが、まあそれに乗ったというよりも、もうこの辺で一発男らしくガチンと勝負してやろうじゃないかという感じなんですね、はい、そうですね、控え室で一言天竜は言っておりました。もう上田ごときとのこの因縁の対決は心当たりで終止符にしたい、もうまっぴらごめんだということをはっきりと言っております。天竜は非常に男っ気がある選手ですので、いわゆるこういう暴走派のレスラーあまり好きじゃないんですよね。そうなんですね、非常に男っぽい選手でね、はい、もう正々堂々とやろうじゃないかという感じですからね、相撲時代もそうでしたね、はい、さあその王者天竜、上田馬之助と今夜はベルトをかけて戦います。さあ立ち上がりですけども山田さん、どうでしょうか、正攻法でチャレンジャー上田は行くんでしょうか、うん、今のところねやはりタイトルがかかってますからね、はい、あまりダーティーなことをやってたんではダメだった、はい、しかしいつどこでいわゆるその上田一流のですね、格闘ファイトが爆発するか、これはもう必ず出ると思いますね。ユナイテッドナショナルヘビー級の選手権試合というのは山田さん、この王者にとっては非常に過酷な、まあ、ルールで PWF ルールで行われます。リングアウト、それから反則でもベルトは移動してしまいますからね、うん、そうですね、まあ、反則勝ちの場合と反則負けの場合がね、はい、まあ、あるわけですが、いずれにしてもこのチャンピオンにはかなりきついですね。そうですね、まず相手が上田の対決としては静かな幕開けであります。チャンピオンの天竜、左の腕をがっちりとキープいたしました。相手は上田馬之助であります。どうやらまともなレスリングを展開しております。今夜のユナイテッドナショナルヘビー級の選手権、これは見どころがいっぱいありそうですね山田さん。そうですね、しかしちょっと目は離せないですね。ああ、そうですか、はい、まあ、もちろん上田選手もですね、十二分にテクニックは知ってますし、はい、まあ、使おうと思えばいつでも出せるわけですね。でしかも天竜選手と比べてですね、むしろそれを上回る体力という体の大きさ、それからパワーですね、持ってますからね。そうですね、山田さん、おーっとカニバサミ行きましたね。そうですね、スライディングレッグシザース、上田馬之助です。何気ない、仕掛け、こういったところがやはり、ベテランらしい癖者ぶりですね、はい、山田さん、
いつもはこのマスコミ相手に上田馬之助は俺はタイトルなんかはいらないんだと、お客さんにアピールするレスラーで十分だ、それだけでお客さんは俺についてくるんだというようなことをまあほら吹いているんですけれども、やはり気持ちの上ではタイトルが欲しいんじゃないでしょうか。どうでしょうかね。私はね、どうですかその辺、あのタイトルよりもやはり彼の場合は自分の名前を挙げるということだろうと思うんですね。そうですか、さあ早くもラフプレーを展開するか。チャレンジャーの上田馬之助、王者天竜の首根っこを捉えましてセカンドロープのワイヤーに首を挟んでいます。さあ巧妙ないわゆるラフプレーであります。これはもう反則行為、上樋口レフリーが両方選手の間に割って入ろうとしております。今夜の対決は60分の一本勝負、立ち上がりなかなか不気味な存在チャレンジャーの上田馬之助、ペースに巻き込まれますと天竜としてもうかうかしておられません。正攻法でこの四角いジャングルの中だけで勝負をしてくるなら俺は絶対に負けないと、こういうふうに天竜は言っておりました。山さん、いわゆるこの技の開発という点では非常にこの研究熱心な天竜ですけれども、最近のファイトを見まして、例えばフロントネックチャンスリードロップ、あるいはフェイスバスター、それからブロックバスターもあります。そして18番のこの最近はよく見せる三段蹴りの円錐蹴りがありますね。そうですね、技は非常に増えましたね天竜は、はい、あのそれでね、そのどの技を見ても非常にあの思いっきりのいい技ですね。山さん、この天竜の最近のファイトを見ておりますと、技の豊富さという点ではインターナショナルヘビー級チャンピオンのジャンボ鶴田をしのぐものがあるんじゃないでしょうか。はい、あのただね、技の性質そのものがね、はい、まあ、非常に対照的だと思うんですね。あのどちらかというと鶴田選手の場合、そのウエスタンスタイルというか、つまり非常にアメリカ的なですね、はい、躍動感のある技ですね、はいはい、一方のあの天竜選手の技っていうのも確かにあの円錐切りなんかもありますけれども、どちらかというとオリエンタルムードの、うん、男っぽいなんか技だという感じがしますね。なるほどね、そのジャンボ鶴田との比較になりますと、まあ、ジャンボ鶴田はこの非常にまあスマートな選手なんですけれども、この天竜にはスマートさはありませんけれども、何かこのファンを引きつけるものがありますよね。そうですね、あのそういった意味で非常にそのなんていうか、彼の身辺をいつもこう悲壮感がですね、はい、取り巻いているような、感じがあるんですね。そうですね、で実はあの非常にね、勝負にかける、その気概というか、ありますからね、はい、さあ場外に戦場を求めました王者天竜、天竜が素早くリングの中に入ります。さあ今のところ上田馬之助もこの天竜のレスリングに合わせていますが、さあここからどういう流れになりますか。鉄柵にぶつける、期待を鉄柵、おっとおっと厚い胸板を捉えました。そして椅子を持ちます、チャレンジャーの上田馬之助、とうとう凶器を持ちました、凶器椅子を持ちました、肩に打ちつけました。王者天竜も中に入ります。さあ上田馬之助得意のラフ戦法、やはりこういう技になりましたね。そうですね、まああのどちらが仕掛けたというよりも、はい、当然こういった展開はね、途中であると思うんですね、はいはい、しかし今日の上田選手なかなか冷静ですね。冷静ですね、でしきりにさっきのあの2段目のロープを使った首への攻撃、はい、それから今もまた首を攻めてます ね、 そうですね、おそらくあのクローホールドだろうと思いますが、なかなかね、要するにあの天竜選手のパワーをもぎ取ってしまう、いわゆるスタミナを奪う作戦ですね。そしてこのクロー攻撃はパートナーのタイガージェットシーンから伝授されたものでしょう。タイガークロー、いや、タイガージェットシーンが見せます、いわゆるコブラクローにちょっと似てますね。そうですね、まあ、あのクローという技はですね、これ決してバカにしちゃいけないんで、はい、そのままクローされたままピンフォールをされることもありますからね。天竜がもがく苦しみます、足をバタバタさせております、うん、もうチョークの状態になってますね。チャンピオンの天竜です、これをチョークと見ました。上樋口レフリー、両選手の間に入りまして両者をロープブレイク分けようとしておりますが、エプロンサイドでねちっこく攻めます。完全にチョーク攻撃です。そうですね、はい、完全にチョーク攻撃です。で、ね、反則行為です。チャレンジャー上田、親指を当ててね、喉つぶしに入ってますね。そうですね、しかし巧妙ですね、非常に巧妙。上樋口レフリー今夜は冷静、よく上田馬之助、何しろものすごい凶暴ファイターだけによく相手の動きを見ておりました。両選手が離れます。ちょっと上田のペースになりつつあります。今度は頸動脈へです、行ってますね。そうですね、あのこういったね、
そのレフリーのブラインドを利用したダーティーな攻めですね、はい、そうですね。でしかもそれをですね、あの反則のカウントフルフルいっぱいに巧妙に使っていく、はい、それの繰り返し、もう一見地味なようですけれどもね、これが自分には大きなプラスになって跳ね返ってきますね。山田さん、今やこの上田もですね、時代の波に乗りまして陰で咲く花ではない存在になってきました。表街道でいよいよ花を咲かす時代になったと、こういうふうに胸を張って言っております上田馬之助ですがね、うん、まあタイトルはね、どうあれ、あの結果的に転がり込んでくれば、はい、またそれも自分の名前を売る大変なあのいい材料になりますからね、そうですね。そういった自分の名前を売るといういわゆるパブリシティの名手でもありますこの上田馬之助、そういった表街道で花を咲かせるかどうか、そういったことをもう十分に認識しております上田馬之助、昨今のレスリングです。ちょっとチャンピオン天竜が苦しい展開です。頸動脈苦労でね、だいぶやられましたね、顔面好調、コーナーに逃げました。チャンピオンの天竜、ユナイテッドナショナルヘビー級の選手権、今夜4回目の防衛戦、コーナーマットに振られます。さあしかし入ってきた、入ってきた、闘志をむき出しにする。さあチョップ張り手、天竜チョップ張り手、そして大きくロープに振った、なんだなんだ、エルボー、エルボーバットが相手の顎を捉えました。上田をぶっ倒した、リング上で勝負、チャンピオンの天竜ボディースラム豪快、ボディースラムが決まっている。そしてさあセカンドロープ、トップロープに上がりますか、セカンドロープから、さあ相手に合わせて、おロープを渡ります、ロープを渡っていいところから飛び込んだ、両方の拳を相手の額に合わせました。さあそのままカバーの体勢、王者天竜ちょっとね今惜しかったですね、あの技行くまでに一呼吸入っちゃったですね。角度を変えます、今度は反対側、トップロープから振り向きざま、エルボードロップ落とした、当たった、エルボーが当たった、そのままカバーが防衛か、上田が返します。おっと、鶴見がリングサイド、あっという間に鶴見五郎がリングサイド、でもね、後ろを向いた、危ない、ちょっと隙を突かれて上田馬之助、隙を突かれたところ上田馬之助が猛然と抑えかかって天竜を場外に放り投げました。油断しましたね、因縁があります、この天竜、まさにこれは仕掛けた罠かもしれませんね。そうですね、鶴見五郎がいつの間にか来ておりました。そして本部席の机です、机を持ってこれを立てかけた余裕しゃくしゃく上田馬之助、天竜気がつきません、髪の毛を取られます。そして思い切ってこの机に打ち付けるか、さあ弾みをつけて助走をつけて、さあこの机までは5メートル、で左右打ちけました、これは叶いません。いやーすごい戦法ですね、ものすごい音がしましたね、あっという間に鶴見五郎はおとりになりまして、もうドレッシングルームの方に引き上げております。これはもう完全に上田馬之助が仕組んだ罠かもしれませんね。そうですね、まあね、乱入はね、はい、防げましたけれども、はい、額やっぱり割れましたね、椅子攻撃で額を打ち破る、すごい攻撃だ、スチールの部分がもう完全に額を捉えています。机にね、ぶつけられた時にもう額が割れたようですね、はい、天竜苦しくなりました、王者天竜、これが天竜です、なかなか自分の姿勢を保つことができません。さあ傘にかかって攻めてまいります、入部用とかした、すごい、もう椅子のそのスチールの部分でめった突き、さあこれで反則勝ち、リングの中に入りますとアウトサイドリングにおりますのは天竜ですからね、そうですね、カウント10で勝利は上田馬之助ということも考えられます。レフリーちょっと甘いですね、レフリーが甘いですね、タイトルマッチですからもっとね、はい、反則に対してはペナルティをきちんと取らなきゃダメですね。まさに流血、すごい流血試合になってしまいました。ユナイテッドナショナルヘビー級の選手権、王者天竜どこまで頑張れるか、さあ這い上がってくる、闘志をむき出しにする天竜、まだまだリングの外ではバランスを崩しております天竜ですけれども、一旦リングの中に戻りますと、もうしっかりと相撲時代に鍛えました足腰を利して、もうキャンバスにぴったりと足をくっつけていいポジションを取ります天竜です。しかしおびただしい流血、帯広のお客様一斉に天竜コール、苦しくなりました。しかし天竜苦しい、必死で這い上がろうとしておりますが上田馬之助が寄せつけません、ショルダータックル、
この姿勢で打たれますとちょっと息が苦しくなりますね。苦しいですね。天竜苦しい。さあとトップロープやっと手が伸びたが、ここで完全にパンチです。パンチで天竜の顔面破れた額を打ち抜きます。すごいパンチだ。もともとは山さん力のある選手ですからね、上田も。そうなんですね。今度はラック攻撃、ラック攻撃噛みついた。さらにおびただしい流血。さあチャンピオンの天竜非常に苦しくなりました。4回目の防衛戦、ユナイテッドナショナルヘビー級の選手権試合、ちょっと足元もふらついている王者天竜。やっと中に入ったがバランスを取ることができません。今度は反対に持ってまいりました。反対に持ってまいりました。すごい攻撃、上田馬之助であります。もう力任せに、もう王者天竜が流血した後はもう押せ押せムード。上田馬之助、果たしてこの北海道帯広の会場でタイトル移動があるでしょうか。ユナイテッドナショナルヘビー級の選手権、テッド・デビアスに初防衛、そして日本のアシュラ・ハラとは死力を尽くしての2連続防衛。今夜4回目の防衛戦、相手は上田馬之助であります。日本選手との対決の時には、山田さん、外人選手との対決の時よりも非常にこの好ファイトを見せる天竜ですけどね。そうですね、ちょっとね額を割られてから分が悪くなって、はい、完全に動きがストップしてますね。本当ですね。さあ日本人相手だと底知らぬ意地を発揮するこの王者天竜ですけれども、流血してから完全に動きを止められてしまいました。必要な攻撃、上田馬之助。レフリーがね、止めるのに精一杯で今カウントを怠ってますね。はい、場外に落ちました。王者天竜が場外に落ちました。返り血を浴びた上田馬之助の顔面ももう真っ赤であります。さあ背中に飛び込んで両方のパンチを打ちまくる赤い鉄柱。赤い鉄柱にまとも額を打ち付けられました。おびただしい流血。さあ天竜どうでしょうか、我慢できるかどうか。何しろ根性のある男ですけれども、ちょっと想像絶しますね。これはそうですね、また噛みついています。まだまだね、はい、スタミナはあると思うんですよね、はい、だからこういう状況になってから頑張り強いですから。円錐入りに行きました。円錐入りに行きました。さあ後ろの首の後ろを打ちました。最近はこの円錐切り三段打ちが光っています。今度はどこを打つか、狙っている、狙っている。もう一回円錐いった。後頭部を2発、後頭部を2発、強烈円錐切り、すべて当たっています。2発とも当たっています。さあさあ体は大きい上田馬之助に今度は変化を与えての円錐切りを見せるかどうか。場外に送り出しました。上田馬之助を場外に送り出しました。王者天竜怒りの表情、怒りの表情。王者天竜流血。さあ天竜がちょっと今度は反対に、天竜の目には目をといったところでしょうか。さあリングの下に飛び込んでおります上田馬之助。狂気を取ったようだ、狂気を取ったようだ。あーすごい助走で走って椅子で上田馬之助を思いつく殴りつけました。額にもマイチポンチで当たりましたね。すごいですね。これで上田馬之助の額が切れたかもしれません。強烈です。さあ上田もう一回来ました。血しぶきが飛びます。まさに血しぶきが飛びます。放送席の目前、すごい流血のユナイテッドナショナルヘビー級の防衛戦になってまいりました。上田も額が切れました。椅子攻撃2連発強烈でした。打った瞬間しぶきが立ちました。さあ今度は脳天空打ち強烈パイルドライバー。そのまま今度はまだ行きません。あのパイルドライバーの姿勢からベースバスターもあります。ベースバスターに行くか、さあこれがベースバスターか、これが当たるか、脳天空打ちかベースバスターか、その間になっているような技ですね。そうですね、大技です、ジャイアントババ直伝のベースバスターもあります。あの体勢から顔面を砕きます。もう一回円錐切り、すごい円錐切りだ、すごい円錐切り。3発打ちました。これが全て当たっている。もう一回、今日はもう後頭部ばっかり狙ってますね。同じ場所ですね、同じ場所を徹底的に狙う、そしてオクトバスホールドか、オクトバスホールド、万字に入った。左足の位置は山田さんどうですか。さあ今度はタイガージェットシーンが飛び込んでいく。ケミナサーベル、オクトバスホールド入っている。タイガージェットシーンが飛び込んできた。鹿の部分で天竜の後頭部、前頭部をめった時、上樋口レフリーに暴行。タイガージェットシーン、後頭パートナーのタイガージェットシーンがサーベルを振りかざして入ってまいりました。上樋口レフリー、まず今後要請。さあジャイアントババが飛び込んでくる。ババが飛び込んでくる。ジャイアントババが飛び込んでくる。
右手にはサーベルが入っています。今結果が発表されております。結果が発表されておりますが、もう場内騒然となっておりますので、ちょっとはっきりしませんが、今手元に資料が入りました。16分37秒、反則防衛ですね。そうですね、2人あたり数字が入ってきましたし、レフリーに暴行もしましたんでね。そうですね、まあ、当然の結果でしょうね。そうですね。さあ、今度は勝負は一応終わりました。16分36秒、上田馬之助反則を取られまして、天竜反則防衛ということになりますが、この後まだタイガージェットシンもリングサイドにうろうろ、上田馬之助、鶴見もまたやってまいりました。あ、タイガージェットシンとジャイアンツのボムが猛然とリングサイドで言い合っています。天竜が怒った。天竜が上田馬之助を追いかけます。帯広のお客様総立ち、場内騒然となっております。ご覧ください、超満員の帯広市総合体育館。今井拓磨さんのヘビー級の選手権、天竜反則でかろうじて防衛タイトルを守りました。上田馬之助の序盤戦はクリーンなファイトでしたけれども、もう5分を過ぎたあたりからもうめちゃくちゃな戦闘となります。そして上田馬之助の狂気攻撃によりまして、天竜顔面真っ赤、流血の防衛戦、かろうじてベルトを守りました。4回目の防衛成功、天竜であります。